なんだ、この体に湧き上がってくる衝動。俺の中に何か凶暴な奴がたぎってくる。委ねろ、全てを委ねろ。これは俺の。どこに隠れた黒い剣士、これ以上まだ集大を晒すか。同じ男の打ち込みか。ワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。見事、この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦士よ。
撃に耐え、あまつさえ傷を負わせる貴様、一体。おい、あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう。お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。